5分経った。やったね。今日私はハワイで初めて茶碗蒸しに挑戦しました。今、5分蒸らせって書いてあるので、こうやって蒸し器がないんだけれども、大きめのフライパンに水を張ってやってみました。できてるかな？おー！できてる、できてる！すごーい！ちょっと味見してみようっと。では、スプーンで。よっこらしょ。え？固まってる？ちゃんと。あ、ちょっとまだダメかも。でも食べてみよう。いただきます。ふうふうしてね。うん！味は美味しい！でも、もうちょっと蒸した方がいいかも。まだね、初めてはこういうことも起こりますよね。以上、相原優のビッグマカロでした。もう一回蒸しまーす。